信じられない嵐、はい、もう早いものでこのスピンオフ企画も3回目を迎えるということで、すごい、いや、やばいですよね。本家のね、そのセットのお金なんとか取り戻そうと思って必死で Vlog の方でやらせてもらってるんですけども、ありがたいですね。そう、今回もですね、僕がもう本当に皆さんに知ってもらいたいうちのね、自慢のスタッフを取り揃いました。まずはですね、映像部門の責任者タッキーです。はい、お願いします。はい、さっきはですね、うちのそのライブのブルーレイとか、ブルーレイとかね、うん、やってくれてますね。あ、ちょっと遅れてるんだけどね。そんなことある。そうですね、うん、はい。そしてですね、この人ちょっと見たことないと思うんですけども、うん、なんと、コヤッキーチャンネルの初代編集者のセイレスです。よーし、セイレス。すごい。よろしくお願いします。今は、確認するよ、肩木。元から肩木。あ、そうですか。ちょっと見た目いかついですけど、めっちゃ心優しいんですよ。あ、めちゃめちゃハートフルでございます。はい。いや、初期からコヤッちゃんを支えてくれてるから、セイレスしかわからないようなこともあるかもしれない。確かにそうですね。楽しみです。そしてもう紹介不要ですね、弊社の代表イクペネス大天使よ。はい、もうイクシマル万博ではね、もう素晴らしいなんかね、最初の開会宣言をしていただいて、確かに、はい、今日はちょっとね、あの疑惑のスーツで、うん、あ、俺が着てます。ほんまや、ほんまに。コヤッキーさんが本当は着るスーツと間違えて私のスーツを着たっていう、あ、これね、スーツ今日は着てない。俺もそれが信じられない。確かにめちゃめちゃ似てますね。本当はこれやったからね。めちゃめちゃ似てるわ。縦のストライプがね、そうだった、暗いとこやったら色分かりづらいからね、あれね。確かに。これも信じられへんけどな、俺も。出ちゃった。え、これは言うつもりだから大丈夫。いや、これは大丈夫、大丈夫です。しかも俺のメガネしてやるの。そうだ、どうなってんの。あ、寄せに行ってるんですね。あられちゃみたいな感じ。最後、はい、総務部、そしてアナザーブルーの責任者のフミヤ君です。よろしくお願いします。もうフミヤ君って言ったらね、はい、あの異名がありまして、演者食い。いやいや、食ってないですよ。まあ、演者食いと言っても、はい、その出会ったインフルエンサーの女の子を食ってるわけじゃなくて、はい、イクシマルに所属しているタレントよりも上回る活躍しちゃって演者食い。いやいやいや、全然する気はないですよ。先日の比較の動画でも一番目立ってたから。いや、ほんとね、うん、のすけどね、柔道さんをね、目立たせようと思ったんですけどね。そうそう、こんなね、スーツ着ないのよ。いやいやいや、スタッフ。いや、ちょっと。どうなってるん、これ。何のために作ったんですか、結婚式よりこれだから、牛を意識して。新郎より目立っとる。あ、いや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 。やばいやばい。いやいやいや、ほんとに。声も通るからね。はい、割れちゃう、割れちゃう。もうどんな面白い話が出てくるのと。面白い話です。信じられない話ですね。信じられない。そうそう。あのね、ルールもよく分かんなかった。昨日もやったんですけど、そうね、面白い話もあれば、なんか知らんけど、ぼったくれた話。ぼったくれた話。もうよく分かんない、ジャンルは。確かに。とにかく信じられないで、僕は最後に言ってしまうのが、そうですね、してくださいというのがもう唯一のルール。そうですよね。ということで、皆さん、スタッフだからこそ、身近に見てる演者のやばい話とかもあるかもしれませんから、楽しみにしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、最初は誰か。最初に空気決まっちゃうからね、これね。おっ、せーの、信じられない話、一発目来ちゃった。いいじゃないですか。でも見た目的には一番信じられない話、まあまあまあ、ね。まあ、そうっすね。僕の信じられない話、まあ、まずジャブ程度に、おー、割とパーソナルな部分から、ちょっと話していきたいなっていう、期待値があって、うん、まあ、僕今見た目結構多分上に見られてるんですよね。ああ、確かに。僕今24歳です。信じられない。